宝蔵寺は、茨城県小賀市諸川にある新言州という山派の寺院。三号王、寺光山、陰号王、大善院という。宗建は、室町時代以前、日光東海道、諸川宿のほぼを中心に位置する。正確な創建時期は不明だが、室町時代の交渉三年、山川号諸川を支配した山川慶帝により、遠福寺に末寺として寄進されている。 炎福寺は当時、古賀市に隣接する八千台町の今里にあり、現在は、下妻市下妻兵に所在する。炎福寺過去町に見られる歴代十字のうち、行剣と行上が宝蔵寺に入った。文明2年、聖育によって中高される。聖育以前については、天明5年3月に作成された宝蔵寺歴代十字の位牌に、代々戦士として、 行券と行状が挙げられていることから、行券が解散とされたことがわかるが、他に裏付けとなる資料がない。中高以前は、遠服寺の下で、第五寺未保院流の支流、地蔵院流未生方の新言州寺院として栄えた。中高以後は、生育により、計測寺流がもたらされたと考えられている。寛永10年の関東新言州本末寺長に、諸川法蔵寺は、 本寺計測寺流とあること、また、小松寺の岩行流血脈に記された計測寺流創称者に、不識体聖員の聖、育があり、法蔵寺中高の聖友と同一人物と推定されることによる。前日の関東新言州本松寺町に計測寺流とあるが、後の江戸時代中期には、高野山金剛三昧院の松寺になった。江戸時代初期の慶安元年以降、 幕府から、主因地発国を安堵されている。延京元年頃、寺が全焼し、後に再建された。当時、宝蔵寺は、松寺として、小賀子な崎の満福寺をはじめとする四家寺門徒として七家寺を管理し、幕府の時短制度や本末制度を担う地域の中心的な寺院の一つとなっていた。海寺院を列挙すると、松寺として、小崎、生、 高山連芸院万福寺、上方田、清滝山不動院大善寺、下方田、一乗院、大和田、高里山三則寺の四家寺、門徒として、初川、は、長久山長生寺、初川、は、新興寺、五部、次元山縁の寺、大和田、万蔵院、東山殿、大日寺二礼、安楽寺、尾崎、大合院の七家寺がある。ちなみに、会のうち、松寺は、 本山から総称した放流を受けており、門徒は受けていない。安政2年8月、野党が押し入り、十字が殺される事件が起きる。この頃には、初川宿本人に収容しきれなくなった旅客を宿泊させることもあった。明治6年7月、初川小学校が放送寺内に開設される。明治22年4月、初川は合併により、高島村に統合され、 公明は郝島尋常小学校、明治26年以降は郝島第一尋常小学校と変えたものの、法蔵寺内に地域の小学校が設置される状態は明治期を通じて続いた。法蔵寺は中世から現在に至るまで諸川の中心部にあり、仏教工芸品や多くの古文書を依存した古札として地域の歴史を伝えている。鎌倉時代に作られた木造大日如来座像。 木造薬師如来立像、室町時代前半の憲本着色了開満だらず、室町時代前半の憲本着色混合札多坊大満だらず、江戸時代の繍三十三観音図などを所蔵。宝蔵寺は、葛飾万道館の御礼場の第22番札書。上京四年、初川工十六十人により作られたとされる聖観音像がある。御栄家は、 世の中を渡り喰らえて諸川の波風もなき方の船かな。葛飾万道館の御礼場では、各寺院に御栄華があり、参拝時に御栄華を唱えることは、教文読書と同じ苦読があるとされる。遠服寺所像、山川経定文書、及び同じく山川経定文書より、三は長子通舎編原士、古代、中世三。 約九から三百十ページ。宝蔵寺所蔵。初夏は宝蔵寺時柄所情庁。宝蔵寺の宝物、物。ロろくなンぱー二十三。三は長出通社編変紙。古代。中世三百十一から三百十二ページ寺院。本松町研究改編。江戸枠夫人本松町修正上。小山各出版。茨城県資料中世編二。小松寺文書八十八号 AB。 三は、長室通史変幻時。古代、中世三、五百十六から三百十八ページ。AB、宝蔵寺所蔵。金剛三昧院末寺所蔵。宝蔵寺の宝物。六な、バーサン十二。法蔵寺所蔵。徳川将軍主院城。宝蔵寺の宝物。六な、バーわん二から二中。AB、宝蔵寺の宝物。五から六ページ。宝蔵寺所蔵。法上、隠したが。 宝蔵寺の宝物つろくなバーー51。宝蔵寺所蔵。五本松寺長。宝蔵寺の宝物つろくなバー31。3は調子通詞編。金星172から173ページ。3は長子通詞編。金第九95から99ページ。3は長子通詞編。金三百342から344ページ。 宝蔵寺の宝物級から18ページ、鈴木印刷所制作、印刷、製本、葛飾坂道札所巡り公認ガイドブック葛飾、坂道観音五会長平成26年、67ページ、鈴木印刷所制作、印刷、製本、葛飾坂道札所巡り公認ガイドブック葛飾、坂道観音五会長平成26年、11ページ、駅西口前、 花ももにて、小菓子公式サイト観光、ヘレキシコ菓子の観光パンフレットアーカイブと2015年9月23日、アットザウェイバックマシンより、ありがとうございます。